俺はやってしまった。ついに女子の下着を洗濯機から持ち出してしまったんだ。ところでさ、普段みんな何してるの？何って仕事とか。そう、同棲するからにはお金を稼いで折半していかなきゃいけないでしょ。確かに。俺は一応リモートの仕事なんだけど、まあ会社員で、まあ手取りは月に20万ぐらいあるかな。私はダンスの振り付けを教えたり、イベントのバックダンサーとかかな。手取りはまあ頑張り次第だけど。私はお花屋さんのパートをしてます。いつもお花を見るとふっとりします。私はその恋愛シミュレーションゲームの開発みたいな。すいません。ああ、僕は車を整備する仕事をしてたよ。手取りは、そうだな。なるほどね。みんな意外といい仕事してるんだね。めっちゃうるさいか。稼ぎは心配ないみたいだね。あ、私、そろそろパートの時間だわ。私も仕事行かなきゃです。はあ、仕事めんどくさいけど頑張るか。じゃあ、僕はリモートなんでみんな気をつけて。あんた、私たちがいないからって勝手に部屋入ったり物漁ったりしないでよね。しないしない、神に誓ってしない。じゃあしっかり仕事してんのよ。行ってきます。お留守番よろしくお願いします。はい、気をつけて。じゃあ行くか。部屋覗かないでよ。うん。まさかこの僕が、26年間彼女を作ったことがないこの僕が、今まで真面目に生きてきたこの僕が、女子との同棲している家で女子がいなくなったからといって何もしないわけないだろう。これが女の部屋か。やべえ。これはもしかして昨日女子たちが着ていたパジャマじゃね。ああ最高。あれあれないな、女子の下着。ああそっか、洗濯機の中か。行ってないけど休みだったわ。あんたここで何やってんの？ほら、今日は僕の洗濯の日でしょ。ああ、そうだね。じゃあ回したら。ああ。どうしたの？お腹でも痛いの？まあね。なんかおかしいよ。じゃあトイレ行ってくる。ああ、なんでこうなっちゃったかな。じっくり拝むつもりが、なんかミミちゃん帰ってきちゃったし、焦ってつけちゃった。待てよ、つけておけば見つからないじゃん。しかも帰ってきたのミミちゃんだけだし、最悪隙を見て隠せばいいか。よし、じゃあ仕事の続きでもしよっかな。は？何？あれ？みんな仕事は？今日は祝日だったの、忘れてましたわ。私も気づかなくてごめんなさい。まあうちは休みって決めてたけど忘れてた。この中にいるんだな、いちごのブラの持ち主が。今俺がつけていることも知らずに。てか待って、なんで俺ブラつけてんだっけ。これって普通に考えるとやばいよな。いやどうだろう、普通なのか、仕方がないのか、わからない、わからなくなってきた。しかしなぜ女子はブラをつけているんだ、なぜ男はブラをつけないんだ。そうか、女子にはおっぱいがあるからか。
ダメだ、もう頭がおかしくなりそうだ。嘘やばくない？おい、いちご？やばいですね。ちょっとやめてよ。じゃあ今つけてないってこと？ウケる。まさか、あの中の誰か、もしかして下着をつけてない？知りたい、この下着誰のものなのか。テレビつけてもいい？いいよ。おお、いちご狩りだってさ。な、いちごと聞いてこの反応。あー、いちごってやっぱ可愛いよな。これは確実にいちごの下着を意識している。ミミちゃん、何？最近なくしたものとかある？なんでそれを？あ、いや、なんでもない、ちょっと聞いてみたかっただけ。間違いない、ミーミちゃんのブラだ。いや、一応他の女子も探ってみるか。かゆちゃん、何してんの？今日の晩ご飯は私が当番なので準備しようかと思いまして。あー、そっか。じゃあ俺は暇だし外でブラブラしてこようかな。何？おかゆも反応した？一体どういうことだ？か、どういうこと？おかゆちゃん、あとはドミちゃん、他の女子にバレないように静かに。じゃあ、いた、ドミちゃんがイチゴのブラを調べてる？じゃあ、今俺がつけているブラはドミちゃんの？やばい、手が塞がってブラが取れない。シューシューさん、トミちゃん何してんの？あらあら、扉が壊れてしまいますよ。シューシューさんが女子部屋を覗いてたんです。さすがに女子3人の力は防ぎきれない。約束破りやがったら許さねえ。これまでか。あ、おばあさん、どうも。早かったですね。一応洗濯もしておきましたよ。いやー、すまね、今日は風が強くて困ったもんだよ。あ、私下着持ってきますね。あの下着、おばあちゃんの下着かよ。屋上があるとか最高だよね。空気がいい。なんか落ちてきたんだけど。これって？ああ、お隣さん、すみません。あ、こんにちは。ごめんね、風で私の下着が飛んじゃっちゃって。今返しに行きますよ。ああ、今から少し散歩してくるから帰りに寄らせてもらうよ。あのお隣さん、裸でしたね。いちご、うまそう、食べたい。はぁ、早くおいしいいちご食べたいな。ブラブラしてこようかな。そういえばあのおばあちゃん、今何もつけてないんだ。ダメ、笑っちゃいそう。この下着、
かわいいかも。買おうかな。俺はずっとあのおばあちゃんの下着を。だね、おばあちゃん。はい、ありがとうさんね。かわいいおばあちゃんでしたね。優しそうなおばあちゃんでしたね。ん？何そんなとこで突っ立ってんの？ほっといてくれよ。勝手に女子部屋入った罰受けてもらうからね。全国のイトーヨーカドーにてボンボン TV のグッズが発売中です。学校やお家でも使えるアイテムが盛りだくさん。みんなでボンボン TV と一緒に学校生活を楽しくしよう。